マリオシリーズ、マリオペイント、マリオペイントは、任天堂より1992年7月14日に発売された、スーパーファミコン用ゲームソフト。スーパーファミコンマウスとスーパーファミコンマウスパッドが同梱されており、スーパーファミコン発のマウス専用ソフトである。マウスを使ってお絵描き、アニメーション作成などが楽しめる。マリオペイントの発売当時は、 パソコンの主な使用目的はゲーム化、ホビー、ビジネス用途であり、家庭にはグラフィック描画能力に優れたパソコンがほとんど普及していなかった。当時まともなグラフィック表示ができるパソコンの中では現実的に個人が購入できる唯一とも言える存在だったマッキントッシュはカラー表示環境を整えるには Mac を買う値段で自動車が買えると言われるほど高価であった。 また、商業用グラフィック製作に用いられるような高度な機能を備えたワークステーションは GUI による操作が可能でフルカラーの微麗な画像を出力できたが、以外は法人向けを前提にシステム全体で数百万円以上の価格で販売されていたため個人所有は不可能であった。したがって発売当時はコンピュータにより構築される CG 制作システムは 大人が業務で共同利用するものであるという認識が一般的であり、子供が遊び半分で CG 制作を行うことを前提としたソフトはマッキントッシュのキッドピクスくらいしかなかった。マリオペイントには色鉛筆やクレヨンやスプレーや塗りつぶしなど二次元のキャンバスに絵を描くという意味で必要最低限の機能しか搭載されておらず、 業務用の CG 制作システムとは比べ物にならないほどに貧弱であった。しかし、一般家庭において購入できる価格で 2D の CG 制作に関わる一連の作業が体験できるシステムを構築して発売した点においては非常に画期的であった。絵を描く作業と関連させてパソコンで用いられてきたマウスという入力デバイスを家庭用に発売した点においても 先見の民があったと言える。1992年の発売当時から、すでに本格的なグラフィックソフトウェアには、性能、機能の多様性において立ち打ちできるソフトではなかった。しかし、ゲーム機という、手頃なプラットフォームを前提に、一般家庭で購入可能な価格で販売され、子供でも遊び感覚で CG 作画を楽しむことができるソフトウェアとしては、 唯一の存在であった。マリオペイントのユーザーインターフェースはかなり完成されており、発売から17年後の2009年に、任天堂 d DS 向けに発売された、メイドインオレにおいても、ゲーム制作モードで、マリオペイントとほぼ同様のユーザーインターフェースが、採用された。開発時の仮タイトルは、ロボペイントだった。 しかし発売するにあたり人気のマリオにした方が販売的に良いということになりマリオペイントになった。セーブデータを圧縮するロボットや生えたたきのキャラクターがロボットになっているのはその名残であるとディレクターでデザイナーの松岡は語っている。マウスでカーソルを動かして絵を描くモード。このモードからアイコンを押すことでアニメーションランド、サウンドコラージュ、生えたたきの 各モードへ進むことができる。アニメーションランドとサウンドコラージュで制作したものを合わせて一つのデータとして鑑賞セーブやロードをすることができる。時間をかけてデータを圧縮してセーブするが、一つのデータしかセーブできない。滅多にないことだが圧縮しにくい絵を描いた場合、容量が足りずセーブできない場合もある。 使える色数は透明を含めた16色で、選べる色は固定されており新たに設定することはできない。ベタ塗りのペン、範囲の中でランダムにドットを塗りつぶすスプレーで3段階の太さを選びマウスで絵を描くことができる。また、これらによる直線や四角形、円、楕円の描画もできる。スタンプはあらかじめ入っているキャラクターやパターン、自作のスタンプを押すことができる。 そのまま押すことも左右上下を反転して押すことも可能。ボタンを押したままでマウスを動かせば指定した模様でペンのように描画することも可能であり、これを利用してスタンプを規定のペンより細い1ドット幅のペンとして使うテクニックが存在する。コピーは画面上の指定する一部分をスタンプと同様に使う機能である。 塗りつぶしはつながった同一式の領域を塗りつぶすことができるが、この場合一色でなく用意されたパターンやスペシャルスタンプの模様でも塗りつぶせる。ただし、これを元通りに塗り直すには一色一色戻す必要があるので、下手に塗りつぶすと泣きを見ることになる。消しゴムは指定の部分を透明に戻すのに使う。 最初に画面を開いた時の状態が透明となっており、画面上では白よりもわずかに暗いグレーで表示されている。画面全体を消す消し、ゴムアイコンは9種類あり、それぞれ異なった消え方をする。それぞれの操作は犬のアイコンを押すことで1段階だけ元に戻すことができる。犬のアイコンを連打しても2回目以降は何も起こらない。4種類の塗り絵を呼び出すことができる。 画面を4、6、または9分割して、絵を描き、その絵が順に切り替わることでアニメーションを作成することができる。描画についてはお絵描きスクリーンと同じことができるが、分割のコマごとにコピーする機能が追加される。描いたアニメーションは、マウスでパスラインを引くことで、お絵描きスクリーンの上を移動させることができる。パスラインを引かずに、 一定の位置でアニメーションさせることも可能。また、絵の切り替わる速度も指定できる。アニメーション中は、アニメーションランドで描いた絵が設定した速度で、切り替わりながら、パスラインに従ってお絵描きスクリーンの上を移動する。サウンドコラージュで制作した音楽を流すこともできる。他、周囲のアイコンを消すことができる。周囲のアイコンを消し、描画した、お絵描きスクリーンの上で、 サウンドコラージュで制作した音楽を流しながら、アニメーションランドで描画した絵を動かす状態が、多くの場合マリオペイントで作品を作る、際の最終到達点になる。画面上の五線譜に、音のアイコンを置いていき、簡易な音楽を作成するモード。使える、音の高さは、下の詞から普通の度詞を挟んで、上の裾までの、計13音。国権は使えない。 同時に鳴らせる音は3つまでで異なる高さにしか置けない。音を22に伸ばすことはできない。曲の長さは96拍分以内で終点の指定が可能。小節線の表示は4拍5とか3拍5とかを切り替えられる。またテンポの変更とループが可能。音色は15種類。3種類のサンプル曲を呼び出すことができる。再生ボタンを押すとマリオが 楽譜の上部を飛び跳ねながら走っていく。マウスに慣れてもらうために用意されたミニゲームで、本編のお絵描きとは何の関係も連動もしていない。飛び回る4種類のハエを、マウスでクリックして退治していき、合計100匹倒すと、ボスの巨大ハエが登場する。これを倒すと1ステージクリアとなる。3ステージが1周となっており、1周するごとに、画面の左上に、 アイコンが増え、難易度が増す。ハエたちが繰り出す攻撃に当たると、ミスとなり、残機がなくなると、ゲームオーバーになる。稀に飛んでくる点滅した置アップハンドをクリック、できれば、残機が1増える。ゲームボーイアドバンスの、メイドインワリオにも隠しミニゲームとして、再収録されている。ただし操作は十字キーに変更されており、操作が難しくなった分、 蒸気の1アップハンドの登場回数が若干増えている。スーパーマリオメーカーでは一定の操作をすることでハエたきをプレイすることができる。原点と異なり時間内にすべてのハエをタッチペンで倒していく仕様となっている。ダイラントスマッシュブラザーズスペシャルではハエたきを持った手とハエがアシストフィギュアとして登場。タイトル画面は 白地にマリオペイントの文字が配されたシンプルなものであり、タイトルロゴの下を左右に聞きするマリオをクリックすると、お絵かきスクリーンに移行する。だが、タイトルロゴの一つ一つの文字にエフェクトが隠されており、クリックすることで以下のアクション、イベントを見て楽しむこともできる。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、8.99.9の合計35点で、 プラチナ電動入りを獲得。レビューアーからの肯定的な意見としては、本格的に使うのでなければ、それなりに楽しめる。アイコンが楽しくアニメーションするなど、細かいところにも遊びが詰まっている。クリアするっていうことがないので、ある意味一生もんのソフトであろう。クリックしたアイコンがアニメーションするなど、所々に見られる遊び感覚がとっても良いなどと、評されているが、否定的な意見としては、 音楽の方はあくまでおまけ、マウスが少々安っぽい感じなのがちょっと気になるなどと評されている。ゲーム誌、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、23.92点となっている。この得点はスーパーファミコン全ソフトの中で22位となっている。また、 同雑誌1993年8月、情報号特別付録のスーパーファミコンオールカタログ93では、マウスを使ってテレビ画面に絵が描けるほか、図形、ブラシなど特殊効果も簡単。他にも、マウスを初めて扱う子供を意識し、マリオの絵のスタンプなどが用意されているのが特徴と紹介されている。その他、 スーパーファミカムマガジン1993年8月情報号特別付録のスーパーファミコンオールカタログ93巻末に収録されている部門別ベスト30ではお買い、特度18位、オリジナリティ2位を獲得している。ありがとうございます。